ラングド社は、出現が17世紀とも20世紀初頭とも言われる、フランスの伝統的な菓子の一種。他の小麦粉を使った菓子であるサブレやビスキュイとも違い、ザラついた食感で、薄い楕円、あるいは中央がくびれた楕円の食感と、形状から、ラングデ社と呼ばれる。室温で柔らかくしたバターと同量の砂糖と小麦粉に、かき混ぜた卵白を加えた種を薄く細長い、楕円状に、 オーブンで焼き上げる。塩やバニラビーンズ、バニラエッセンスなどを入れる場合もある。表面がザラつきサクサクとした軽い食感が特徴である。白い恋人日本では、楕円や中ほどがくびれた楕円ではなく、正円型や正方形型が主流である。表面のザラつきと軽い食感は同様。北海道カー白い恋人は、ラングド社にチョコレートや ホワイトチョコレートを挟んでいる。他に、ラングドシャを使った、日本の洋菓子は、広島県セラ郡セラ町名家、真心包みがある。ヨックモックでは、ラングドシャをくるくるに巻いた、シガークッキーや、クリームサンドをした、四角いものもある。カッツンツンゲンドイツ語圏では、同じ、猫の下という意味のカッツンツンゲで、細長い猫の下型のチョコレートを意味する。日本語では、通常、 複数形のカツェンツンゲンと呼ばれる。ベルギー人のショコラティエであるジャンギャレが考案しこの名を付けた、あるいはオーストリアのクーフラル社が1892年に生産したという、ありがとうございます。